よし行こう。さっき見つけた。この人たちか。前にあったか。俺が見つけた技で生き延びやがったな。うん。いろいろ教えてくれよ。よしよし、またグレートな技を教えてやる。きっかけについて説明をしよう。うん。これは足場を広げるときに使える石の押し出し方の一つ。あ、うまい。ああ、なるほど、そういうことか。端っこなど真下に何もない場所まで石を押していこう。うん。石と石を辺で引っ掛ければ足場を作ることができるぞ。どうだ、俺ってナイステクニシャンだろ。あの、それだけじゃ厳しいと思います。こんな技も覚えないと。うん。引き出し檻について説明をしよう。うん。登ったのに上で詰まってしまったときは石を引いて降りていこう。ああ、こういう感じか。階段を作りながら降りていけば一気に上まで登ることができるぞ。なんだそりゃ。お前は知ってた？いやいや。とにかく俺が言いたいのは、頭で覚えようとしたって無駄ってことさ。わかってますよ。雑誌記者の癖なんか使えないというか、メモなんかいざって時に見てる暇はない。頼れるのは体で覚えた技だけです。体で覚えた技だけか。どんだけ身につけられるかが鍵ってことだな。 OK、 覚えたコツは直ちに教えろよ。これは本部長命令だぜ。本部長。お、羊だ。死んだふりだ。いや、俺は羊じゃないぜ。というか、ここの羊は全員人間らしい。マジか、マジか。俺、さっきのとこで羊を2匹も突き飛ばしちまったよ。わお、ショッキングだな。さっき目の前にいた羊が落ちて、あの断末魔が耳から離れない、離れないんだよ。なら次はあんたが断末魔をあげるのか。ここにいても崩れて死ぬぞ。なんだあの石の動き、意味が分かんねえよ。どうしたらいいんだよ。あんた助けてくれよ。とにかくいろんな登り技を使って乗り切るしか。登り技ってなんだ。何でもいい、教えてくれ。そうだな。だったらこういうのは役に立たないか。お、トルネードについて説明をしよう。複雑に石が積んであっても落ち着いて一つずつ引き出していこう。すげえ、何これ。時には左右に移動して竜巻のようにうねって降りるのだ。階段を作ったら一気に登ってしまおう。すげえな。うお、そうやって登れんのかよ。あんたマジすげえな。もう少し行けるかもしれねえよ。頭いいな。絶対俺できねえ今のやつ。モンスターだ。もじゃもじゃの毛が襲ってくる。目覚ませ、そんなのどこにも。いやー、もじゃ毛が喋った。は、さっき俺を突き飛ばしたのは名家羊の分際で生意気なんだよ。次はてめえを落としていくからな。おい、ここの羊たちはみんな人間だって話だぞ。知ったこっちゃねえよ。自分が助かるのが一番大事だろ。今言い方面白いな。ダメ、よくねえよ。いいとか悪いじゃねえだろ。生きるか死ぬかだよ。情けかけて死んで誰が褒めてくれんだ。確かにな。なあ、お前も同じなのか。誰かに離れた、選ばれた理由ってなんだ。知ってるのか。おい、どうすれば助かるんだよ。あんなのもう登れねえよ。俺だって同じなんだ。そんなに分かるわけねえだろ。いいか、行きたいなら登れ。それ以外ねえよ。そうだな。落ち着け、落ち着け俺。うん、
おお。おや、あなた。ショップか。初めて見る顔ですね。早速ですが、コインは持ってます。ほら、登ってる時に落ちてるでしょ。私にコインを払えば、便利な道具と交換してあげましょう。え、つうか、コインなんかより道具の方がずっと。私はここで金を集めてます。金で買えない命はない。これ、うちの営業所に貼ってある標語なんですけどね。世の中、金で買えないものはない。金さえあれば何事も思うがままです。そして光り輝くコインはまさに金そのもの。それならこの悪夢もコインを積めば助かるとは私の想像ですが。想像かよ。どうしてもステージをクリアできないときはコインでアイテムを買うこともできる。もうアイテムを持っている場合は買ったものと入れ替わるので注意しよう。なるほどな。ただし買い物をするとハイスコアに対するプライズが獲得しにくくなることは覚えておこう。道具が欲しければコインと引き換えですよ。今夜のご注文はズバリ。白い石は目の前に石を作り出せるぞ。いやまだダメでしょ。貯めとこうかね。いやいらねえ。ああ、モジャさんよ、冷やかしとはいい度胸だね。はあ、失礼、またお待ちしていますので。モジャさん、ああ、こっち行けんのか。誰なんだ、声の感じだと子供って気もするけど、まさかな。いや、行けなかった。影が見えるね。うん。あ、おい、まず座りなって。答えてくんないのかな。もう、おい、あ、そっちじゃね。来たね、迷える子羊さん。今回も僕の質問に答えてもらうよ。おい、ふざけんな。一度でたくさんだ。たった一問で命の価値なんて測れるはずないだろう。第二問です。孤独をより強く感じるのは一人の時ですか、それとも大勢の中にいる時ですか。心理テストみたい。大勢の中にいる時は別に感じないかな。一人の時、まあ孤独、こっちかな。わかんねえよ。俺はじゃあこっちで。あんたそっちを選ぶんだ。でもあれだよな、言われてみりゃ。今回は僕も疑問に答えるとしよう。ここは全体が巨大な聖堂なのさ。全部で8つの階層がある。今は2日目、まだたったの第2階層だ。待った、つまりそれゴールがあるってことか。もしかしてそこまで行けば死なずに済むのか。あまり夢を見ない方がいいよ。頂上なんて到底たどり着けやしない。それよりほら、行く手から恐ろしいものの声が聞こえるよ。準備はいいかい。よくねえよ、一体何が狂ってんだ、畜生。あ、あれか、でかいやつか。体験版にもあったよね。孤独か。でも確かに大勢の中で孤立してたらな、もうとんでもなく孤独を感じるんだろうな。あー、なるほど、やっぱそうなるんだな。まあ一人の時は一人の時でな、はあってなるしな。お、最終、あー、こういう感じになってんのか。どんどんだから増えてくのかな、回数。この声、どっかで。なんだこれ、キャサ、ん？これ覚えてるぞ。なんか捕まるとやばいんだよな。あれ、そっちじゃない。
何これ、周りの普通の石に、ああだからあれか、やられたらか。怖いよ。あ、これであれか、で元に戻せんのか。え、これどうすりゃいいんだ。あ、やべえ。ああ、大丈夫なのか。まあ、やべえ、無理だった。てかひどい。ああいう風になるのか。あれどうすりゃよかったんだ。よいしょっと。これとりあえず先に使ってからあれかな。あ、違う、降りちゃった。枕同じとこにあるんだな、優しい。これ一回じゃあこれ直してからこれ取って、こうだ。よし、でこれでこれを使うのか。あ、そっちじゃない、おい、あぶねえ、びっくりした。追い詰められてる感やべえ、これマジで。これどうすりゃいいんだ。ここが一番低いのか。おい、見えね見えね。え、これ、あ、こっちか。焦るー。あー、きっちー、一回やらっちまったよ。曲聞くと、そういえばあれだな、 P5 のDLC 思い出すな。あれの戦闘曲すごいかっこよかったんだけど、どこで聴けんだろうな。おめでとう、見事な登りっぷりだね。これで第二階層罪人監獄は終わりだ。ふぅ、軽々乗り切ったって感じじゃないか。いやいや、明日の夜また会えるのを楽しみにしてるよ。怖いこと言うわ。結婚って必要なの？私縛られたくないんだよね。いいじゃん、一緒なら。人間本当は自由が一番なはずでしょ。なんか意外だな。ん？いや、女の子はさ、大人になるとみんな結婚のことを考えてるつうかさ。けど君みたいな子もいるんだなって
気持ちがあれば十分じゃない。しきたりで縛る必要ないってことだよな。よかった、一緒だね、私たち。大丈夫？ありがとう。優しいんだ。いや、これはその ごめん。あと、俺明日あるし、そろそろ帰んなきゃ。今日は楽しかったよ。ちょ。どこ見てんの？見てない。嘘つき。タバコの味でも嫌いじゃないよ。マジっすか。やべえ、つかマジでやべえだろ。やばいって何が？だからその出会ったばかりのおしべとめしべがって、何言ってんだ俺。あ？ていうか、なんか問題でもあんの？これ、浮気だよな。まずいことになったな。けど、強引についてきたんだし。つうか、飲みすぎだ。何も覚えてねえよ。いや、そんなにジロジロ見られると恥ずかしいんですけど。悪い。言っとくけど、気に入ったから来たんだよ。私、誰でもいいとかじゃないから、そこんとこ誤解しないでね。いや、別に。ねえ、私のことも気に入ったんでしょ？なんつうか、それについては不思議っていうか。何？こんなこと初めてっていうか、信じらんないっていうか。ダメだ、クラクラして頭がうまく回んねえ。それって一目惚れってやつじゃん。え？うわあ！ごめんなさい、実は俺今日仕事って言ってたよね。仕事？まあ。ごめん、もう帰るね。私も歯医者行かなきゃだし。歯医者？歯医者だと遅れたら怒られるのよ。本当はもうちょい一緒にいたかったけど。では仕掛けといてずうずうしいか。じゃあまたね。ちょっと待って、俺付き合ってる彼女が。これは事故でしょう。事故だ。流れ的に完全に桜だ。そりゃお前あれだ、一生に三度来るっつうモテ期のラスイチノがついに来たってこった。コックモテ期なの？俺に会ったか？ガキの頃はお前が一番モテてたよ。覚えてねえ。二度目は5年前の同窓会だ。あれからキャサリンとも長いよな。ま、バレたらそれも終わりだろうけどな。はあ、マジ怖いよ。多分殺される。怖がんのそこかよ。けどバレなきゃいいだけじゃん。なかったことにすりゃさ。お前みたいに軽く考えらんねえんだよ。じゃあいっそ乗り換えるってのはどうよ。結婚迫られるのは嫌なんだろ。同じ二人がずっと愛し合えるなんて幻想なんだよ。結婚なんて人生の墓場さ。俺見てりゃわかんだろ。お前と一緒にすんなって。俺は今のまんまでいたいだけだっつの。
マジどうするよ、こんなつもりなかったのに。悩むくらいならそもそもすんなよって話だけどな。分かってんだよ。いいよなお前は気楽で。バカ、気にしたってしょうがねえんだ。女なんて大事にしたっていつ裏切るか分かんねえんだから。それよりどうせ別れんなら紹介しろよ。超可愛いんだろその子。写真とか。それかよ、なもんねえし、お前の好みじゃねえよ。なんでわかんだよ。俺の好みだからだよ。あ、いや、たく困ったよな。ねえ、この話知ってる？あのね、落ちる夢ってやつ。あ？いや知らねえけど。夢で起こって死ぬとリアルでも死んじゃうんだって。友達の彼氏がね、なりかかったって。怖くない？あ、そんなん本人しかわかんなくね。おい、大丈夫か？なんか顔色悪いぞ。ん？まあ、あんま寝れてねえからさ。お前けど、まあたかが一晩のことで真面目すぎんだ。おい、聞いてんのか？聞けよ。かっこいいなこいつ。平田博明さんか。ん？あれもう夜？夢か？違うか。知らないな、そんな子。え？そうなのか？てっきりお前らが声かけたのかなって。だけどそんな目立つ子なら絶対に気づくと思うんだけどな。つうかね、なしてもらいますけど、あんたらみたいな人たちがいっから自分に回ってこないっすよ。モテてりゃ毎晩こんなとこでやろうと飲まねえよ。そういやトビーは年上好きなんだっけか？きつめの年上のお姉さまに罵られながらヒールで踏まれるとか憧れっすよね。変態かよ。こういうのがホラー映画で最後に一人だけ生き残るんだよな。ちょ、違いますって。自分はただお姉様に遊んでもらいたいだけっすよ。ふーん、じゃあ私が遊んであげよっか。え、エリカさん。私のピンヒールって結構癖になると思うけど。じゃ、おい、エリカ。それよりあれ聞いた？女の呪いの話。遊んでばっかいる浮気男を呪い殺すとか殺さないとか。どっちだよ。え、何それ、女の呪い？あんたは関係ないでしょ、ずっと彼女に一筋なんだし。おいおい、何言ってんだよ。こいつだって浮気とか最低っすよね。ああ、たくたちの悪い。最低とか言うなよトビ、鼻に詰めんぞ。いって。え、何？あんた浮気してんの？結婚どうしたのよ。バカ、声でけえよ。お前ら浮気とかでかい声で言うな。誰聞いてるかわかんねえだろ。マジ最低。最も低い。最も低いって言うな。分かってんだからもうほっとけよ。で、で、どんな子なのよ相手。ああ、もう何でも運命的に可愛い子なんだとさ。適当言うなよ。運命的とかしびれますよね。羨ましいっすよ。いいから、お前らこの話絶対に外で言うなよ。分かってるよ。そういや知ってる？あの店長も昔遊びすぎていろんな女の恨み買ったんだって。ほら、あいつってばダッサいグラサンしてんじゃん。それで今サングラスで顔を隠してんだってさ。嘘だろ。エリカちゃん、おかわり。あ、はい。お前もヤバいんじゃねえの？かけとくか、グラサン。いらないから。それに浮気はもう終わったんだよ。うん、エリカさんもいいな。お、落ち着くな。うん、長いな、ずいぶん。そんな進んでねえ。松ボタンで席を立ってみよう。店内を自由に歩けるようになるぞ。おう。なお、スタートボタンでメニューを開けばバーの過ごし方のヒントが確認できるのだ。コンフィグ画面からは悪夢ステージの難易度を変更することもできるので覚えておこう。
あ、どうしようかな。じゃあ一回セーブしますかね。うん、お疲れ様っす。